次、テダニー大変。大変というのはテダニー、テーというのは大、大という字は韓国語はテーです。大学校、テ発教、テー。タンというのは橋という感じですが、大きな橋という意味で、テダニーが大変です。大変よろしいです。テダニー좋습니다。テダニー大変。すこぶる、大変、대단히、대단합니다。大したもんです。大変です。대단해요、대단합니다。大したもんです。すごいです。という時によく使います。대단히、大変。その次は十分に。これは、この漢字の、充実の充の漢字を使います。これは、충분히、충분히と書いて、発音は、충분히、충분히、十分に、충분히、あえて、あえて、감히、감히で、감히、감히。これはちょっと難しい副詞ですが、감히、あえて、やっとというのは、観覧神句の観、神、히で、観しに、かろうじて、やっとこさ、観しに、観しに、かろうじて合格しました。完成に붙었습니다。합격했습니다。합격붙었습니다。かろうじて合格しました。完成に합격했습니다。完成に붙었습니다。くっつきました。合格しました。とにかくというのは、これは、まあ、日本語では、ちょっとありませんが、漢文から来た、まあ、はよがん、はよがん。昔、漢文でずっと15世紀ぐらいまではもう完璧に漢文だったし、それ以降もハングル文字ができたからでも、まあ、支配階級、ヤンバンとか、そういう支配階級はほとんど漢字語で使っておりましたから、こういう名残として、この、過剰感、日本語ではありませんが、はよがん、とにかく、如実にというのも、これは、よしに、よしり、如実に、よしり。まあ、こういうふうに漢字語というのは非常によく使われているということです。だから、漢字を知っている人は非常に、まあ、韓国の勉強は有利だということですね。その次は接続詞です。はい、ちょっと、はい。副詞がこれで一応終わります。うん。